多くの発達障害の女子がですね経験し、そして乗り越えなきゃいけない壁台もあったりしますね。はい、えー、おはようございます。マセアメンタルクリニックの一番泉です。本日は、えー、20代発達障害女子は嫌われるのかというテーマでお話ししようと思います。まあ20代と言わず、まああの20代じゃなくてもいいんですけど。 発達障害女子。まあ、発達障害男子もそうですけれど、あの、嫌われることが多いですね。でも、私嫌われてるのかなと思った時に、あズバリですね、嫌われてるって言ってくれる人少ないと思います。いや、そんなことないよ。勘違いかなとか、みんな言うんですよ。みんな言いますね。親も言うし、えー、場合によっては主治医の先生も言うかもしれません。ただ、あの、実際嫌われてること多いですね。もちろん、その、がっつり嫌われてるってことは、 は少ないかもしれないけどまぁ、あ、なんか苦手だなとかあの人すそんなに好きじゃないなと思う人はまあ珍しくないと思いますねうん、えー。なのであのまあ場合によりますけど僕はそれはそうだろうねっていうふうに言うことも結構多いですねはいでじゃあなぜ嫌われているのか嫌われてしまうのかそしてそれは 多くの発達障害の女子がですね。経験し、そして乗り越えなきゃいけない。壁代もあったりしますね。それはなんか失恋あの初恋の失恋を乗り越えなきゃいけないっていうようなものと、ちょっと似ていて、通過儀礼とも少し似てるんですけど。でもまああのそういうもんだったりします。だから、それが良くないとか、社会が良くないとか周りが変わるべきだと思う。皆さん言うかもしれないんですけども、なかなか人間の習性って変わらないので、まあそこら辺も含めてですね。ちょっと今日お話ししようかなと思います。 でまず何で嫌われるかっていうとですねまあまあそのなんでっていうか変わってるからですね簡単ひと言えば変わってるから嫌われるんですよねだからまあ発達障害の人ってこう集団からポッてやって自分の好きなことに熱中できるんですよね。他人のことをあんまり気にしてないって気にしてないんでこういう存在っていうのはまあこう標的になりやすいんですよね。うん だから、定型の人たちっていうのはですね、こう説明、もう誤解と偏見まみれで言うとですね、定型の人たちの集まりって、どこか羊の群れに似てるんですよね。だから、一見自由に動いてるようで、自由に動いてない。互いを牽制し合って、互いを見ていて、すごく嫉妬したりとか、相手のことを見比べたりとかしてるんですよね。 あの本当羊の群れっていう感じですね。だからこの群れの中から出たりですね入ったりとかこうなんていう輪を乱す存在っていうのはもう気になるし嫌なんですよね。でピリピリ不安になっちゃうこういう人がいると。 集団の輪が乱れるんじゃないかと思って。不安になってしまう。で、女性っていうのはですね、まあ不安になりやすい人多いので、まあ体力が少なかったりね、いろんな家庭の事情とかあったりとかして、えー、疲れてるから不安になりやすい人が多いので、必然的に標的になりやすいということはあるなということですね。で、あの、こうジダールって人が言うんですけれども、人間っていうのはですね、模倣、 人間の欲望は模倣であるって言うんですね。だから僕らってですね。あのこう、腹の底からなんかあこあれが好きとか思うことでは思うのは稀で誰かが好きなものを好きになるんですよ。だから。こう、うちの子供もそうですけど、なんかどうでもいい。ゴミみたいなものをですね。誰かが欲しがるとですね。すかさずね。あの。 兄弟、姉妹がですね、私も欲しいって言うんですよね。いや、それいらんじゃんみたいな、それゴミ、ゴミなんだけど、ゴミをめぐってですね、あの、紙を引っ張ったりですね、戦うんですよ。だから、でも彼女、彼女たち、彼らたちはですね、あの、なんて言うんだから。そ、あの、なんて言うんだろう。自分が悪いと思わないですね。<laughs> 自分が悪くなくて、 なんて言うんだろう。だからこう、自分が悪いとか自分のことを反省する自己肯定感が下がるように先にずるいという感情が出てくるんですよね。だから、あのな、なんて言うんだろう。人間というのは欲望があるんだと。ずるいっていう欲望がすごく原始的なんだということですよね。そしてこのずるいっていうのは他人の欲望を模倣するからなんですよ。だから他人を真似る学,学ぶって真似るってことなんで。 この共感性があるがゆえにですね、我々は嫉妬しますね。嫉妬して、そしてずるいと思うから争いが生まれるんです。時に争いが生まれたりするということですね。これがまあ、羊の中で起きていることですね。で、こう、こう争いがですね、やっぱり白熱しないように、こう人間っていうのは、そのずるいっていう嫉妬心を、例えばこう、 えー、自分が悪いんだということで変換することで集団の輪の中に入れるとかですね加工するんですよねあとは自分が悪い、えー、だから自己肯定感が下がるだからずるいと思うのはやめて私は自己肯定感が低いとかですね自分のことを愛せないっていう言い方に変えてるんですよね それは嫉妬っていう感情の方がいかにも生々しくて苦しいからその感情を味わわないために、えー、そう言い換えてるということですね。そしてこれらがですね、他にもずるいって言って争いがですね、激化しないようにですね、人間っていうのはスケープゴートを作ると言われています。いじめの対象を作るんですね。で、いじめの対象を作り、時にそれを、それ、その人たちをですね、あのー、 古,古代はですねあの殺してしててまったんじゃないいかという,ふうに言われてるだからこのスケープゴートの対象は弱者でありは,はぐれ者であり若者だったりするんですよね。だから最もらしい理由があるんですよね。最もらしいというか最もな理由とも言えるか,かもしれないけどまあ何かだけど集団っていうのは誰かをこう犠牲者を出そうとするわけですよね。 でもね、そんなにやられるほどじゃないんですよ。第三者から見たら、外から見たら、そんなに叩くってほど叩くんですよね。僕は自衛隊にいて、よく叩かれてたんで分かるんですよ。いや、それは俺悪いかもしんないけど、そんなに悪くないよね、と。うん、なアホなんじゃないかと。たったこれぐらいのことで、<laughs> たったこれぐらいのことでこんなに怒って、大の大人とかが何人も揃って怒ってんだから。まあ、それは悪いかもしんないけど、君たちその、この状態だと知らないのとか。 なんか思ったりしてたんですけど、思ってたっていうかね、思ってましたね、本当に <laughs>。あの、思ってたんだけど。だからまあ余計叩かれてたんですけど、でもまあ、本当にそうなんだよね。だからね、発達の子たちっていうのは結構傷つけられることが多いし、もう、まあね、20代って10年ありますか10代、20代合わせると、ほぼほぼ絶対1回は標的に合うということですね。だから、その中で、じゃあどういう選択肢を取るかってことなんですよね。 こう羊になる道を選ぶのか、まあ、こ羊の群れの中で群れにを適応するのか、まあ、気にしなくなるのか回避してしまうのかまあ悪い例ですよね。まあそういう選択肢の中から選ぶということになってきますね。 でもあのー、そのこのスケープゴー嫌われてるんじゃなくてそたまたまそういうところにいるってことなんでこれがまた30代とかまあ発達の人って多いんで、えー、10人に1人はね発達障害グレーゾーンということですからまああのまた新入社員が入ったりねまた人間関係入れ替わったりするとですねスケープゴートの先が変わるんでああのお役目ごめんになるだけなんですけどでもこれ知ってるか知らないかで結構違うんでまあ あのなんていいいううううかそこううことだということだですよ、ね、でもまあ発達の女性はそれで傷ついてゃことって結構ありますね。群れにに戻ろう気にしないで群れに戻るのも苦手だからまあ境界性のような形愛着障害のような形行動化をしちゃうということもあるし回避とかの中で摂食障害とか依存症とかになることもある性依存になることもあるしホスト依存になることもあるしあのいろんなこう で男性依存になるとか依存性パーソナリティ症とかになるとかねあのいろんな変化を二次的な変化を起こすんですけれどもまあ基本はあの気にしないのは本当はいいんですけど、まあ、そういうことがありますね。あとはこれは会社内だけじゃなくて家庭内で起きることもありますね。うん、そうするとお母さんとの戦いだったりするわけで。 えー、家の中だと、まあ、あのお母さんがカサンドラになってあの娘を叩くみたいなねカサンドラで鬱つなんだけど攻撃性もあって娘を叩くみたいなね、えーまあ、そういう、まあ、構図もよくありますね。うん、はいということですね。まあ、だからよくあるんですけどじゃあどういうふうに解決していくのかっていうと、まあ、知識を持ってもらってうまく逃げる先を見つける。 えー、っていいうこと,だと思いますねでも大事なことはまあ何て言うんだろうねじゃあ自分のことを愛しちゃいけないのかとか私はダメなのかっていうとそういうことではなくてやっぱりニューロダイバーシティというかまあそういう人もいるのでまあそういう自分を愛するってすごく重要なんですよね。だから発達的な人がいないと世の中って変わってかないしみんなが羊の集団だと目を中かって衰退するしあの余計なトラブル起きたりとかするし。あの 変に腐敗しちゃうこともあるのであの本当はすごく貴重なんですけどねこういう人って魅力があってだけどそれがなかなかね伝わらないというかねありますだって僕だってそうですからね <laughs> 僕だってっていうか僕なんかまさにこれですからね本当に、えー、だからそれがねまあたまたまね YouTube が今跳ねてるからいいですけどまあそのうちね YouTube が跳ねなくなったらあの このね、この役割を担わされる時も多分来るんでしょうけどね、これから先。うん。でもまあ、いいんですよ。あの、そういうもんなんですよ、なかっていうのは <laughs>。いいっていうかまあ、本当はあってほしくないけど、その時が来たらまたその時のね、運命をかみしめるしかないのかなとは思ったりしますけど。でもまあ、ご安心ください。あの、それは一時的なものなので、あなたの魅力がね、なくなるってわけじゃないですから。はい。えー、まあ、あるがままの自分を愛してあげてください。で、周りの人もね、 自分が変だなとか、狂気の中にいるなとか、えー、なんかスケープゴートを作ろうとしてるな、そのせいで発達障害の人に対してすごく怒ってしまってるなってことを自覚してもらうとですね、いいんじゃないかなと思います。はい。えー、では一応この動画があります。えー、宿題ですね。宿題はまあ、 こういうことですよねこういう現象スケープゴートの現象についてちょっと皆さん考えてみて体験談とかをですね加害者側か被害者側かわかんないですけど書いていただけると、えー、いい学びなんじゃないかなと思います、えー、ということで終わります以上でこの動画ありますもしこの動画を見てよいと思ってくれた方はグッドボタンもチャンネル登録としての方よろしくお願いしますではまた